ははいこんにちは心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー幼いでございます。この動画は普段弊社の個別指導講座というサービスで対面でご受講いただき行っております心理学系の大学院受験者のための心理学英語講読会をより便利にそしてよりリーズナブルにご利用いただこうというものです。生放送で収録しておりますがアーカイブを必ず公開してまいります。 毎回5分程度でコンパクトにお話しいたします。ご一緒に心理学英語の勉強を進めてまいりましょう。よろしくお願いいたします。えー本日は Chapter2「バイオロジカル・ファンデーションズ・オブ・サイコロジー」の続きからになります。えー、っと昨日はこの辺まで来ましたよね。 とはここ一番最後の声ですね。ゆっくり考えたい方は是非アーカイブで動画を止めてご覧ください。